3連休最終日、大勢の観光客でにぎわう東京タワーでは、消防士の活躍を知ってもらい防災をアピールしようとファイヤーファイターフェスティバルが開かれました。高層建築物での災害に対する意識を高めてもらおうと開かれたものです。東京タワーの前では消防車両や防災機器の展示が行われ、家族連れなどでにぎわいました。また消防士が展望台への階段を駆け上がるステアレースが行われました。これは高層ビルでの災害時、階段で現場へ急行するのを想定した競技で、全国からエントリーした120人余りの消防士らのほか、ニューヨーク市消防局の職員も出場しました。参加者は重いボンベなどを身につけて、高さ150メートル、およそ600段の階段を駆け上がり、日頃の訓練で鍛えた体力を競い合いました。ステアレースは欧米では100年以上の歴史があり、関係者は消防士たちの士気を高めるためにもこのイベントを続けていきたいとしています。